日本時間21時半頃の開始予定。ライブ速報、錦織圭 VS ズベレフ、ATP 戦ローマ3回戦対戦成績は、錦織の1勝3敗。先週、ATP 戦マドリード2回戦で、3-6、2-6のストレート負けを喫したばかり。あとの2回は2017年と2018年、ATP500 ワシントン DC のハードコートでの戦いで敗れた。錦織は1回戦で、前回の ATP 戦モンテカルロ覇者である世界28位のファビオ・フォニーに、イタリアに6-3、6-4で快勝。2回戦は、世界12位のパブロ・カレーニョ・ブスタ、スペインが試合前に棄権し不戦勝となったので、体力的には余裕があるはずだ。と言っても、第6シードのズベレフも1回戦免除なので、昨日の2回戦が初戦。世界128位のウーゴ・デリエン、ボリビアに6-2、6-2のストレート勝利。80分で勝負を決めた。だが錦織とズベレフのクレーコートでの対戦成績は1勝1敗の5分。そして、マドリードはクレーにしては、球足が速いため、ズベレフのようなビッグサーバーに有利だったが、ローマは、球足の遅い、オーソドックスなクレーコートだ。かなり調子が戻ってきた様子の錦織が、好調、ズベレフにどんな戦いを挑むか、注目だ。テニスデイリー編集部写真は、ATP500 ドバイでの錦織圭、フォトバイ、フランソワネル、ゲッティイメージズ、C、テニスデイリー、関連記事、から、ライブ速報、錦織圭 VS ズベレフ、ATP 戦ローマ3回戦、ドロー表、錦織圭登場。ATP 戦ローマから、動画、錦織とチチパスのハイレベルな戦い。テニスに、バックハンドはいらない？夢のオールフォアでプレーするジュニアが、話題錦織圭クレーシーズンに向けて手応え、すごくいいプレーができた時もありました。